こんにちはー、中までたっぷりチェアです。ファイナルファンタジー13ライトニングリターンズ続きやっていきたいと思います。デフォルトな感じで申し訳ないんだけど、ちょっと変えました。こんな感じです。じゃあ行きましょう。第4走からスタートかな。全然勝てる気がしねえやっぱラストワン強いね。尋常じゃないね。これ何走まであるのかね、見てみたんだけど33まであるっぽいんですよね。全部で33の敵がいるってことですよね。まあうちいくつかはあれしてると思うんで、いないやつもいると思うんですけど、ラストワンいくつかクリアしてるんで、はい。ガで攻撃してくんのか。うわー、ガードしててもこの強さ。うわー、それでも耐えられない。うわ、強え。うわ、勝てる気ねえ。うわー、勝てねえ、勝てねえ。私の命の輝きをすべて注ごう。最終日だ。ライトさん、ホープ、さよならを言いに来ました。お前、何を。もう無理なんです。神の目となってあなたを監視する、それが僕の役目でした。こうして終末の日を迎えた今、もう監視の必要もない。だから僕は消える。役割を終えた駒は取り除かれる。それが神の計画です。ブーニベルゼはお前を使い捨てに。仕方ないんです。使い捨ては悔しいから、せめてお願いします。僕以外の人たちは助けてあげてください。今バニラさんは命を捨ててレテの禊をやる気です。儀式によって死者の魂を浄化しようとしているが、あいつには死者を新しい世界に導く力がある。バニラさんは自分の力をまだ知りません。伝えてあげてください。そうすればあの人はきっと正しい選択をする。それはライトさんにとっても正しい道で、セラさんを救うことにもつながっているんです。救おうにも、セラの魂はどこに。私にはもうあの子が見えないんだ大丈夫、セラさんはずっとライトさんを見守ってます。ライトさんが正しい道を選べば帰ってきますよ。正しい道か。過ちを繰り返してきた私には難しい注文だな。簡単ですよ。セラさんはどんな世界を望んでいるか、どんなライトさんでいてほしいのか、その答えを示せばいいだけです。自信はないな。あの子が何を望んでいるのか理解しているつもりだったが、心が離れてしまったらしい。家族であっても人の心はわからないな。わからない人の心だから分かろうと試みるんですよ。迷ったりぶつかったりを乗り越えて初めて人は分かり合えるんだと思います。なのに私はお前と分かり合おうとはしなかったな。気を許そうともしないで隠し事ばかりで。いえ、現に僕は神の駒でしたよ。僕に心を開かなかった、それは正しい選択でした。すまない。いいんですよ、こうして話せたんですから。僕が僕でいられる最後の瞬間に。覚えていますか、遠い昔にあなたがくれた言
前だけ見てろ。背中は守る。守るなんてできなかった。違いますよ。あなたがついていてくれるっていつも信じていられたから、僕は何も怖くなかったんです。そう、何も怖くない。あなたに会えてよかった。ホープは神の駒だったのか、救われねえのか、ホープは。行ってしまったのか、ホープ。私を置いて。それとも私の方がお前を置き去りにしたのか。必ず助ける。クポクポポ。今のモーグリはスラにくっついてたやつか。どうしてここへ。ライトニング様を一人にできないクポ。伝言を頼まれたクポ。ライトニング様、これから何があっても前だけ見てクポ。そうか、背中を守ってくれるんだな。お任せあれクポ。ホープの代わりをこのモーグリがやってくれるってことなんですね。いよいよ最後の戦いクポ。そうだ、世界は最後の日を迎え、レテの禊が始まる。人々が新たな世界に生まれ変わるための儀式だが、儀式をやればバニラは死ぬ。死んじゃうクポ。そんなのひどいクポ。あいつは利用されてるんだ。レテの禊なんて儀式をやらなくてもバニラには死者を救う力がある。もしかしてセラも助かるクポ。ああ、ホープの言葉を信じる。セラの望みを果たせ。そうすればあの子は帰ってくる。ホープはそう言ったんだ。とはいえ、儀式は神の意志とも言う。神に背いて禊を止めればセラの魂がどうなるか。それでもセラはためらわないクポ。自分が危なくても人を助けたいって望むクポ。そうだな。誰かの命がかかっていたら迷いもせずに飛び出して自分の身なんて考えない子だ。そう、姉妹そっくりクポ。だからライトニング様も心配クポ。大丈夫だ、また会える。セラを思ってセラが望むように戦おう。そうすればきっと帰ってくる。レテの禊止めるか。じゃあ行きますか。今回はここで終わっておきたいと思います。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、また別の動画でお会いしましょう。アディオスアミーゴー。